リーブヌイの紋章、リーブヌイは、ロシアオリオール州の東南部にある都市。ドン川のシリュービーストラや、ソスナ川に沿う。州都オリオールからは南東へ1 5 0トル人口は52,841人。リーブヌイの町が記録に書出するのは1556年のことであり、リベンカ川という小川が、 ソスナ川に合流する地点に建てられた木造の鳥で、ウスチリーブヌイとして登場している。しかし、モンゴルのルーシ侵入以前の1177年から、この場所に町があったとする説もある。リベンカ川という名は、大雨を表すリベンから来ているとされる。リーブヌイの鳥では、ムラフスキー道を通って北上してくる、クリミア半国の軍から、 モスクワ大公国の南部国境を守るのに重要な役割を果たした。ウスチリーブヌイの名が現れて30年後、ザーリーバン4世はマサリスキー公を派遣し、トリベに駐屯する兵衛の下に町を作るよう命じ、死の地位を得た。リーブヌイの町はクリミアタタール人により何度も攻められ炎上した。大動乱期の1606年には、リーブヌイ市民は、 サーリボリス・ゴドゥノフに対して立ち上がり反乱を起こし、町の知事らを殺して、ニセドミトリー一世へ味方することを命令した。その2年後、イバン・ボロトニコフと、農民反乱軍は、リーブヌイをサーリバシーリー四世との戦いのための基地の一つにしている。1618年、木造の砦や町は、 ペトロ・コナシェービチ率いるコサックの軍により攻撃され、炎上した。1661年には、クリミア半国が、またもリーブヌイを襲い炎上させている。しかし17世紀後半以後ロシアの国境が南へ拡大し、タタールの襲来がなくなると、リーブヌイは、軍事的重要性は失ったものの農業と、農産物取引で、繁栄の時期を迎えた。 19世紀にはこの地域の交易をめぐって、エレツの街と激しく競っていた。新学者、哲学者のセルゲイ・ブルガコフは、リーブヌイ生まれである。リーブヌイ近郊では、農業、特に肥沃な黒土を生かした、穀物栽培が重要な役割を果たしている。市内では、機械工業、プラスチック加工、建材、食品などの産業が立地する。町にはお料理、オリオル、 ボロネジほかロシア各地へ向かう列車が停車する駅がある。ありがとうございます。